トスジャンクション及びトスインターチェンジの位置、トス JCT とトス IC 国土交通省国土、シリーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成トスジャンクションは、佐賀県トス市にある、九州自動車道と長崎自動車道、大分自動車道を接続するジャンクションである。ここでは、ジャンクションに近接する長崎自動車道、トスインターチェンジについても説明する。 九州を南北に縦断する九州縦貫自動車道と九州を東西に横断する九州横断自動車道長崎を多い多線が直行する場所に建設され相互に接続するものである九州の主要都市を結ぶ接点として重要な位置にあり九州では最も交通量の多いジャンクションの一つである1975年に九州自動車道の延伸に伴い運用開始 1985年の長崎自動車道開通によりジャンクションとしての本格運用が始まり、1987年の大分自動車道開通により四枝交差のジャンクションとなった。ジャンクションの形式として、日本では珍しいクローバー型を採用していることが大きな特徴で、形式に起因する問題点から、後に九州自動車道北九州方面から、 長崎自動車道へ直通するランプの追加整備を行っている。接続路線及び設計速度は以下の通り。日本で数少ないクローバー型ジャンクション1987年頃のトスジャンクション。本ジャンクションは形式としてクローバー型を採用している。クローバー型は4枝の完全立体交差における基本形であり、左方分岐のランプと 不法分岐のループランプが対称形の美しい形状をなすのが特徴である。この形式は立体交差が一箇所で済むことから構造物の建設コストが低いのが利点であり、アメリカ合衆国のハイウェイに多く見られる。その反面、用地を多く必要とすることから土地に制約の多い日本では一般に採用には至らず、この形式を採用している高速道路のジャンクションは ここと清武ジャンクションだけである。なお、高速道路のインターチェンジでは、三重県亀山市の亀山インターチェンジ、東京都大田区にある首都高速道路の平和島出入口、一般道では、千葉県浦安市の国道357号、県道242号交点などの例がある。クローバー型の問題点クローバー型を採用した本。 ジャンクションであったが、この形式には用地を多く必要とする以外にも、問題点を含んでいた。本ジャンクションでは折り込み交通への対応として、本線と独立した集散路を設けて、交流、分流を集約する構造であるが、折り込み交通そのものの解消とはならない。この結果、交通量の増大とともに、本ジャンクションの構造を原因とした、 大規模な渋滞がしばしば見られるようになり、渋滞への対策が迫られるようになった。新設直結路とサガンクロス橋2001年直結路、新設後のトスジャンクション。九州自動車道下り方面の行き先案内板。行き先別に色分けすることで、利用者に配慮されている。九州道文字型と長崎道を結ぶサガンクロス橋トスジャンクションの弱点である。 ループランプのうち、特に交通量の多い九州道文字型と、長崎道を結ぶランプの混雑解消のため、新たに直結ランプが設けられた。2001年に完成、共用開始し、橋梁部には、サガンクロス橋の愛称が付けられている。新設直結路は、文字方から長崎方への片方向ランプで、緩い曲線でジャンクションをまたぐように設けられた。 従来のループランプの設計速度が時速 40km であったのに対し、新設直結路は時速 80km で設計され、複音も2車線を確保して本線並みの走行性を与えた。これにより、本ジャンクションの構造に起因する渋滞は緩和されることとなった。一方、文字型から長崎方へ向かう旧来のループランプもそのまま残されており、文字方から トスインターチェンジへ向かう車両に利用されている。これは、新設直結路は、長崎道の中央より車線に合流するため、長崎道の周三路と接続する、トスインターチェンジ出口には行くときは、新設直結路が利用できないためである。もともとクローバー型ジャンクションは、本線からの分離箇所が複数あることから、車両の誤侵入を起こしやすい構造である。これに加え、 新設直結路が追加されたことで、さらに分流方式が複雑となったため、以下のように路面に色をつけたペイントを施して、利用者のご侵入防止を図っている。サガンクロス橋の初見新設直結路のうち500メートルの区間は、本線及びランプの上空にかかる古道橋である。元橋は共用中の高速道路上空に仮設することから、橋脚の設置位置に制約が大きい。 さらに曲線橋であることなどを考慮し、上部橋として、高連続箱桁橋が選定された。高箱桁橋は、曲げ合成、ねじり、合成が共に高く、主観の長い曲線橋に適した、橋梁形式である。また、6本の橋脚のうち3本は、本線上空で橋桁を支えることから、門型の構成ラーメン橋脚が採用され、本線をまたぐように設けられている。 サガンクロス橋の所言は以下に示す通りである。国道3号、国道34号と高速道路を接続する施設で、九州道南間インターチェンジ、トス IC 間開業に合わせ、1973年に設置された。開通当初は、九州道の施設として運用されてきたが、九州横断道、佐賀山とインターチェンジトス IC 開通により、 九州横断道の施設に編入され、インターチェンジ番号も9から1に変更された。料金所は、東側に接続するトス第一料金所と西側に接続するトス第二料金所がそれぞれ設けられており、両料金所の間はランプで接続されている。都市 IC の約500メートル北方で、国道3号と国道34号が分岐していることから、両料金所と 国道3号と国道34号のそれぞれ両方向に直接接続するランプウェイが設けられており、料金所の外側でも合流と分岐の折り込みが発生するなど、インターチェンジ単体でもやや複雑な構造となっている。九州第一の都市である福岡市から比較的近く、加えて鉄道号を含めた九州の陸上交通の要衝に立地することもあり、 インターチェンジ周辺を含めたトス市には新聞社の印刷工場をはじめとする各種物流拠点や工場等が立地する。通信販売大手のアマゾンジャパンが2012年にトス市に物流拠点を開設するにあたって同社のジェフ林田社長はトス市が福岡に近く高速道路など交通網の利便性に優れていることを立地選定の理由の一つに掲げている。 ブース数、旧栖市の東北、栖市と宮城郡木山町、福岡県小郡市の市町境に近い場所に立地しており、ジャンクションのランプの一部は木山町域や小郡市域にかかる。小郡市の中心市街地は、大分道、筑後郡インターチェンジよりもむしろ、鳥栖 JSCT の方が近く、鳥栖 IC 経由で小郡市に向かう車もある。周辺には、 物流関係や工場群が多く立地するほか、市街地化も進展しつつある。このほか、佐賀競馬場、トススタジアムの最寄りインターでもある。道路構造例の解説と運用日本道路協会、P524 特設、特殊ページディスカバー宮崎、設計要領第4周期化構造編、日本道路公段、製品総合カタログ2007から2008密輸、 造船 AB 長崎自動車道の佐賀県区間開通当初は法定路線名の九州横断自動車道がそのまま営業路線名だった。理由は長崎自動車道、長崎自動車道の名称に関しての項を参照のこと。九州地域の主要ジャンクションのご案内、トス IC 西日本高速道路九州支社アマゾン、トス市に 物流センターを来年オープン佐賀新聞2011年10月26日。ありがとうございます。